今とはいし、今とはつらない、どうも、草人です。今日も草人チャンネルってことで、みんなさ、マックの新商品のさ、海苔塩じゃがバターテリタも食べた。俺食べたんだけどね、個人的な感想言っていいか。めちゃくちゃ微妙。マジで、これがね、いやね、これね、俺ね、テリタマ好きだから言わせてくれ。めっちゃ微妙。やっぱりね、テリタマの良さというかさ、テリヤキソースの良さっていうのはさ、マヨネーズのあの酸っぱさと、テリヤキソースの甘じょっぱさがマッチすることによって、絶妙なハーモニーを生み出すわけでしょ。海苔塩のあのタレがまず甘いのよ。全然なんか照り焼きソースと合ってない感じが俺はしたから、みんなも感想ぜひともコメント欄で教えてくれ。ということで今日も草人チャンネルやるぞ。草人チャンネル。なんかこれバネジャンコース臭くねえか。バネ、ああ、でもあれか、クルンクルンでいけなくはねえか。こっからジャンプしてくる。あ、でも本当は多分ね、バネジャンした、あ、やった完全に来た。本当はバネジャンしなきゃいけない的な感じのコースだと思うんだよね。ということは俺だけ高い位置来たから、はい、ありがとうございます。争ってるねえ。ひどいや、天竜人の気分。草人チャンネル。みんな待て、このコースあれじゃねえか、ズルできるコースだね。あ、一人だった方がいい。三人でしょ。うわ、お前ら分かれるんじゃねえよ。これでさ、俺が一人側になったらもう近くだったのによ。まあいいや、とりあえず、今普通にね、一回目は実力で勝たなきゃ。どうも草人です。一回目は実力で勝ちますね。二回目は行こう。一回勝てばもうこれトーナメントなんだけども、一回勝てば勝ちかけでございますからね。絶対勝つ。これで勝つ。マリオの人かわいそうにずっとあれだろ、俺らのこと待ってんだろう。多分不戦勝で上がって、次俺らのこと待ってんだろうけど、ごめんな。君に勝利はないのよ。俺がズルしちゃうからね。ぐへぐへ。前にもこのコースやったことあるからね。俺がどういうズルするかみんなわかると思うんだけど、とりあえず一勝はしないと。あ、危ない。とりあえず一勝、あ、やばいやばい。これちょっとね、とりあえず一勝しなきゃいけないからな。一勝して、これね、結構前にこのコースのズルやったからね、みんな見せたいな。もう一回見せたいな。よーし、よしよしよし。これで、ね、とりあえず鍵をゲット、一つゲットするでしょ。それで、ゲットしたら、一回、これで、左側に土管戻りまして、で、もう一回入った時に逆に俺が今度は負けるんだよ。今度は負けることによって、キノピオが勝ったということになって、キノピオがの鍵が俺の方に手に入るから、ここで二つゲットできますと。そうしましたら、入ります。マリオ、ごめんな。ずっと待っててくれたのに。ごめん、マリオ。俺の勝ち。草人チャンネル。とりあえずこれはね、シャガチャンスだ。うますぎじゃなくて、下手すぎるでしょ、君ね。ということで、やらせていただきたいと思いますよ。はい、でもとりあえずね、死にコースっぽいからアイテムが必要だと思うんだけど、どこでアイテム取りたいんだけど、キノピオのやつが結構先に行ってんな。ベベ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 。いや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 、これはね、行かなきゃいけない。これ、でも、ボス戦とかあるか。だったら先に行った方が良さそうな気がしなくもね。ちょっと待って、これ、オートスクロールって早く書いといてよかった。うわ、どっかで。で、先行っとこう、大式アタック、もしか、殺しのライセンス、殺しのライセンス。うわ、ちょっと待って。裏は取ったらお前、殺しのライセンス当てたとしても、そのが、意味ない。うんね、お前やってくれたの。大式アタック行くぞ、みんな。なあ、くそ。ちょっと待って、もうちょっと余裕があると。お前さ、さっきからさ、あの、火の玉が、ハハ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 。俺に決めさせてくれ。はい、殺しのライセンス。これはドカハンじゃねえか。意味ねえじゃねえか、お前。いやー、しっかりとやりたかった。ちょっと待って、これで終わり？これで終わり？じゃないのか？結局、ボスある感じか？なんかありそうだな。ボスないんかーい。草人チャンネル。みんなごめんな、買っちゃいました。もうわかるでしょ、もうこの時点でもうさ、あ、どうも草人です。やらないからね。どのキャラかわかるよね。オーラが違うじゃん。はい、勝ち確でございます。あ、カメラついてくんな、お前さ。俺が最後までどの、勝ったキャラが俺の使ってるキャラよ。もうそう認識してもらって構わない。バルンコース得意すぎんのよ。俺なんで俺が左利きに生まれてるかどうかわかるか、みんな。なぜ俺がね、神からこの左手を与えられたか、それはね、バルンコースで勝つためよ。そのために俺は左利きで生まれてきた。俺の存在意義にかかるからね。流行りがどのように左利きの生まれてきたことによって、ね、やっぱりね、左手で方向強すから余裕で勝てるの。ちょっとさっきからちょいちょい見せてんな。ミスがちょいちょいあるけど、大丈夫、余裕で勝たせていただきたいと思います。はい、余裕です。ありがとう、神様。左利き呼んでくれてありがとう。お前、まあ、ちょっと待って、お前とってただの勝利かもしれないけど、俺は存在に関わってんだよ。
俺がこれで負けたら俺は何のためにここで世に生を受けたんだな。さらば俺を否定しないでくれ、お願い。負けちゃいかんのよ俺は。クサジンチャンネル、いました、初代好きの男絶対勝つぞ。どうもクサジンです。はい、ということでやらせていただきたいと思います。なるほどね。オッケーオッケー、初めてだね、このバット。こっちで押してってみたの。お前何よ。お前はバカか。なんでドカ入ってんだよ。無理だろ、これもう勝てねえだろ。あ、こっから、こういうことだよ。いや、案外いけねえけど、出て。え、待って、出て。なんか多分ね、4、4、4、5秒ぐらいさ、半で背負ったよね。勝てるぞ。まさかここから逆転ありえる。え、これでもし勝ったらマジですごくないか。え、もう今1位だよね。マジか。え、すごくないこれ。プロやん、この人も。けけけけけ、殿堂入りさせた方がいいぞ、草地のこと。もう今度からもうミンバドっての俺5秒ぐらい遅らせてからスタートした方がいいのかなんで、ね、そっちの方がフェアかな、もしかしたら。はい、ありがとうございます。これで勝ちか、マジで勝ち。クサジンチャンネル、なんか嫌な予感すんの、お前マジでさ。もうこうするとね、高速の方が最初行くんだよね。ってことはこっち来て、またついていきやがってる。お前じゃあこっち行ってろ。おし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 、クサパパいい匂いなんだよ、あのキノピコのやつか。どうもクサジンです。挨拶するの忘れたぜ、ごめんの説明。なんでお前の説明するために俺の後もクサジンだ。あー、何よ。何をしてんだお前は、さっきから。さっきも初代好きのバトコでこれやったぞ。いやーだってね、他のやつら遅え。お前ら何をしてんだよ。もう1位になったじゃねえかよ。めちゃくちゃ余裕じゃねえか。なんであの音符のところでみんなボヨンボヨンしてない。これマジで勝てるぞ。余裕で勝たせていただきます。ありがとうございます。はい、残念でした。しかも草屋パパいいよ、めちゃくちゃ遅いじゃねえか。お前協力しましょう。お前がただ下手くそなだけや。協力しましょうって、ただただお前が下手くそなだけです。ありがとうございます。はい、ということでこれで行かせていただきます。ボヨン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 、オッケーで、しゃがんで、うわ、ちょっと待って、余裕で勝てるぞ、マジで余裕で勝てる。まあ、全然来てねえじゃねえか。一人も全然来てねえじゃねえかよ。これで、こっちに行って、はい、うわー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 、オッケーオッケーオッケー。で、これ確かさ、デカマリオで割れ合った気がすんな、この、バトコ。床倒して、壊してって、床壊してって、こっちも床壊して、床壊して、はい、床壊して、床壊、あ、そうだ、うわ、ちょっと待って、連打コースじゃねえか。俺が一番苦手とする連打コースじゃねえか。うわぁうわぁへい、オッケー。で、投げて、これ確か割れだった気がする。あとはこいつは、バカ、誰、何をしてんの、お前よ。で、投げて、最後こいつも、投げて、入って、それ確か、うわ、いや、終わりだよな。これで確か条件達成できた気がするんだけど、違ったかな、投げな。あ、終わり終わり終わり。はーい。終わりじゃないか。はっきりしてくれよ。あ、チビになって、あとこれ、行って終わりか。だいぶ差つけてる余裕だぞ。はい、はい、はい。オッケー。で、ここがちょっとめんどくせえけど、ブレーキかけながら行けば。まあ、誰んだ、来るし、お前。いい加減にしてくれよ。早くもう行って。はーい、ありがとう、センキュー。なんか全然来ねえから、ちょっとお迎えに行ってあげるわ。はい、来たよ、お迎え来たよ。ということで、みんな仲良くゴール、ありがとう、センキュー。